ローこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りします。はいよ。さあ機種変更の話題の他にも、うん、au pay などの電子決済、暮らしの一部でこんな方にスマホを活用してますよなどなど、皆さんからのメッセージを募集しております、はい、今週はですね、はい、ビールジョグーさんからいただきました。ビールジョグーさんありがとうございます。ビールジョグーさん、このコーナーにメッセージくれるの久しぶりじゃないですか、うん、そうですね、はい、ハイサイしんちゃんさん、ミーカーさん、ビールジョグーです、はい、お二人はコントロールパネル使いこなせていますか？何でしょう僕もこの時点で明るくしたりとか、あ、何ミカさん分かるの？まあそれも入ってるところですよね。そうです、うん、上からスワイプしてきたら、まあいいや、ちょっと待って読みますよ、はいはい、少し前の iPhone は上からスワイプすればよかったけどできよったけど、最近の iPhone は右上スワイプなんだよな、うん、しかもそれをうーまくゆうすけ3歳5ヶ月がやるわけよ。ゆうすけ音下げてって言ったら親指でピッピッピッってチビラサタンド。そういうこと？あ、そうですそうです、コントロールパネル、うん、そうです。右上からのスワイプっていうのを、うん、私もこれ下からだって、あれです、上からやると、うん、このホーム画面みたいなのに行くんですよ、うんうん、新しい機種は、はい、で右上からやると見てくださいよ、うん、ほら、出るんですよ。え、ミカさん、こんな、うん、右上から何今、感情に5000取りよったちょっと待って、え、待って、しんちゃん、はい、今、待ってよ、右上からやりました、うん、ほれじゃあ、しんちゃんのは、え、さっき出たのコントロールパネルはどっから出した？下から、下からだ。え、俺は何、なんでね、なんでね、これなんで何年、ね、?13E だったの？ S、S なんとか、SE? あー、またちょっと違うのかな、下斜めからやったらどうですか？下から画面やったよ。だから、下は下から。あうん、うん、全部。もう、うん、全部違うってことだよ。違うってことだよ。もう、ミーカーのあれだ。何年やあんた。何年やる何年と言われてんの僕はここにいるよ。私がいる。下から行くと私はあれですよ、うん、パスコード入力しますか、フェイス ID ですか、うんうんうん、っていうのが出るんですよ、じゃあ俺やっぱりそう昔で溜まってんだよ。え、でも新しいやつでしょ、新しいけどまだ13だけど、もう14でしょ14でしょ、まず13ですよ、だから13か、はい、あれどうした、うん、おかしいんじゃない、おかしいんじゃない、うん、なんであんたなんであんたフェイス ID も反応しないんだけど、なんであんた嘘でしょもうでも3歳5ヶ月がこう使いこなせるってすごくないですか、もうすごいな、もう大変なことになってるな、うん、もうついていけんおじさんは、もうこの間、うん、私もカフェにお店に来てくれたお子さんが、はい、検索をちゃんとやってました、なんスマホの横のボタンを押して、うん、3歳ぐらいか4歳ぐらいかな、アンパンマン動画マジで45号でしたタクシー、タクシーの運転したやつですよね、で私びっくりして、え、使えんのって言ったら、もうもう本当よく見てるから全部もうできるんですよ、真似するんだ、すげえ、お母さんのこの番号もロックも外すのも見てるから、ここからスタートして、で、アンパンマン動画アンパンマン動画アンパンマン、すごいな、おっと、金薄く5分でした行ってほしいな、なんか2、3分どうぞ、4、5分どうぞ、7、8分どうぞ、18番の了解するんだけど、やってほしい、なんとか住宅前、皆さん、2、3分どうぞ、もうマジですか、タクシーの配車、かっこいい、配車の方かっこいいな、憧れたよね、昔かっこいい、スーパーのレジの方とかも、ああ、分かる、早打ちね、こうして始めるのがかっこよかったですよね、ピッピッピッだけどね、時代進むな、配車の人もかっこいいな、3分どうぞ、はい、ハイパル長男とかの時3分どうぞ、4分どうぞ、はい、4分、はい、無線切る音ね、17番、はい、3分、はい、なんとか3択前で近所さん、あれですよ、ね、最後よく聞こえてるな、実写中もうビールジョグーさんのお粉にぜひじゃあこれをね、させてあげてください。なんとか何番実写、じゃなくて何て言うんですか、ハイブラッチお金がすぐに3分ずつか。これをさせてほしいですね、ぜひね。ありがとうございます。
助だったらやりそうじゃない。 うまくだから。レジェン、何で石田式へ2年半どうぞ。3年半どうぞ。4年かかりますね。足中やみや、ほんと。次のオリンピックの時には。はい、どうもありがとうございました。ビールジョグさん、こんな感じでね、メッセージ送ってくれましたけど、今回は、ぜひですね、スマホの活用とか、おすすめのアプリとか、ぜひ皆さんからいろいろと教えていただきたいなと思います。まあ、今回送ってくれた、コントロールパネルについては、うん、まあ、みんな、機種によって違うっていうことが、そうなんですね。しんちゃんはちょっと下から立ったっていうのがちょっと不便なんですけど。そう、ソフトボールだったっていうけど、みんな野球ね、上から。上からなんですよね。そうですね。僕はソフトボールの方。下からだったっていうことで、はい、変な感じになってしまいました。ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。なお今日の様子もですね、はい、スタジオの様子も、YouTube で見ることができますので、はい、ありがとう。機種変ロックンロールで検索をして見てみてください、はい。さあ、以上沖縄セルラープレゼンツ発信機種変ロックンロール。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました。